どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できるようになりますよということで、日々簡単レッスンをバンバン公開しております。今日も始めていきますよ。本日は G ラボのガズモデル10周年記念モデルとシンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。この初めてウクレレ Amazon で即ゲットできるんでチェックよろしくお願いします。ちょっとお知らせ、この本がいよいよ出版されます。ガズレレソングブック5でございます。100曲強烈いい曲をもうギュッとまとめたもう最高レベルの楽譜の本です。はい、7月の18日に発売で、ただいまいろんなところで予約がスタートになってます。皆さんお願いします。で、追加でこの2つの会場でなんと出版記念無料イベント開催しております。 HMV&BOOKS 博多さんが7月23日、今度渋谷の HM&BOOKS さんのイベントが8月8日8日ですね。はい、これね、この2つのね店舗でご予約いただくとかなりいいことたっぷりなんで、ぜひ皆さん無料イベントですし、予約いただけると嬉しく思います。遠方の方もですね、ぜひ来ていただいて、最高のイベントですよ。かなり面白いイベントになる無料イベントです。詳しくは概要欄に貼っておくのでぜひチェックお願いします。さあ、それでは今日のレッスン入っていきましょう。今日のレッスンはもうマジでかっちょいい都会派のもう研ぎ澄まされたエッチな曲いきます。はい、こちらドーン、バウンディの東京フラッシュ。これめちゃくちゃおしゃれでかっこよくて、なんとも言えない空虚感。これはね、バウンディはね、ガズレレでもかなり何曲も取り上げてるんですけど、この曲はもう代表曲というにふさわしい、バウンディの魅力が詰まった一曲、全開でやっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者さんの方でもなるべく簡単にできるようにして、ガズレレシンプル簡単バージョンをゆっくりやります。この曲、マジで嬉しいのは、このコード進行が最初から最後までずーっと続く循環コード、ループの曲なんです。このコード進行の中で永遠にドラマを築いていく。ここがかっちょいい。これブラックミュージックのルーツを持つね、バウンディならではのこの感じ。シンプル簡単バージョンで簡単にしてますからね、トライしてみてください。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、この今度リズムなんですよ。グルーブとリズム。これがまたかっちょいいリズムで、これは最初に言っておきましょう。結構難易度は高いです。と言っても一個掴めちゃうと、これはぐいぐい楽しくなるやつなんで、しっかり解説していきます。2バージョン最後まで、ぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあそれではまずはシンプル簡単バージョンから始めていきます。バウンディの東京フラッシュ。簡単バージョンゆっくりとやってみる。1、2、3、4。ダレス。またここにいてね、君のフェイクの笑顔を見せてよ、見せてよね、ステージフォーナーガーにかかっているみたいかい、エイシゴシの性愛者でいいの、東京パシ君の目が覚めた、どこへ行こう、どこへ行こう、変わらないよ、東京パシ君と手を繋いだら、どこへ行こう、どこへ行こう、変わらないよ、東京パシ。デレッデ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 ッやめにしようかなんて思うんだ、ああでも君の笑顔やしぐさがまたほら癖になってんだ、東
東京橋君の目が覚めたらどこへ行こうどこへ行こう変わらないよ東京橋君と手を繋いだらどこへ行こうどこへ行こう変わらないよ東京橋君の目が覚めたらどこへ行こうどこへ行こう変わらないよ東京橋君と手を繋いだらどこへ行こうどこへ行こう変わらないよ東京橋東京フラッシュガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。ゆっくりやるとですね、結構これ今聞いていただいて分かったと思うんですけど、これかなりオリジナルアレンジからショートカットにさせていただいてて、主に2番のパートをカットしているんですけど、それでもねこれかなりゆっくりやるとすごい時間長くなっちゃうんですけど、まあねこれねある程度このなんつうのこの長さがこの雰囲気出すっていうところもあるんで、ずーっとコード繰り返しだったでしょ。このコードをずーっと繰り返してる、これ循環コードとかこうループとか言いますけどね、この中で紡がれるドラマすごい。でしかも皆さん分かったと思うんだけど、歌はね難しいですよ。歌のリズムとかただものじゃないです。だからしっかり聞いてリズムを掴んで、まあ、やっていきたいんですけど、演奏だけ見たら超簡単ですからね。ガズレレ簡単コードに、置き換えてますから、かっこいいバージョンではもうちょっとかっこいい響きのいいコード登場しますけど、まずはこれで歌のリズム感とかこう4つ弾きで掴んでください。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますから、それを見ながら、ちょっとガズさんの動画に合わせて練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に演奏できたらもう素晴らしいと思います。これである歌一緒に歌うのもかなりねハイレベルだと思うんですけど、まずそこを目指して練習していってください。でできるようになった方おめでとうございます。今度は次のステップ行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌って音楽をする、リズムを生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、やっぱ最初からね歌詞とコードを全部丸暗記するっていうのはやっぱ難しいでしょうから、まずは楽譜を見て、楽譜を見て何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって大空の下、夜の月の下でこの曲をおしゃれに歌う、こういうのいいと思うんですけどね。アンプって言いますけどね、まあまずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今のねガズの演奏はガズのこの手書きのノート、はい、手書きで書いたこのノートをですね見ながら演奏していったんですね。でもうちょっとしたらこんな風に画面に大きくとして、みんなもこんな風に書いてみりゃいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今とってもいいサービス始まってます。これです、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは、ね、一体何かというと、今日の東京フラッシュを含むガズが今まで手書きで書き持ってきたもう膨大な数のノート楽譜の中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにねガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムもスタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとねこのガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っつうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですねガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開しているということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。
東京フラッシュバウンディーかっちょいい。はい、これちょっと見てもらいたいんですけど、イントロこれ F と E7 と Am と D7、 言っときましょう。最初から最後までこれずーっとこの順番で繰り返すだけです。ただし途中で伸ばすとかいうのは出てきますけれども、コードこれだけなんですよ。これ循環コード、ループと言われます。でここ下に書いてある、F メジャー7、こっちは F シャープメジャー7、これかっこいいバージョンではこのコードに全部変わりますからね。だからシンプル簡単バージョンは上の段のコード、かっこいいバージョンは下の段のコードでやっていきますということです。かける2なんで、ここでは2回繰り返すということなんで、これね、ズバリこれ言っとくと、楽譜これでもうずっと同じだから、この歌のねタイミングだけ見るような楽譜になるとは思うんですけど、コードはだって最初から最後までこれで繰り返してるだけですから。これバウンディさんではねよくあるというか、これブラックミュージックがルーツのねミュージシャンだと、こういうねこの繰り返しの中でのドラマ、これがかっこいいんですよ。ぜひ皆さんやっていただきたいなと思います。というわけで、時間がある方は、ちょっとこれ映していただきたいんですけど、今紹介させてもらったガズクラブでこのガズさんのノートデジタルデータでダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃ有効です。今日みたいな曲、歌がねかなり重要視されるんで、ガズのノートの特徴をお伝えすると、まずこの言葉の上にこの点があったり V があったりするじゃないですか。これがリズムが分かるように一応こうガイドになってるんですよ。ちょっとここやってみましょう。せーの、さん、はい。あいづちがうまくなったんだ。でこれ分かる、リズムが変わるときにこの場所が入ってるんですよね。この伸ばすところでこの V が入るのが急譜です。あえ、うん、ずっちがうまくっていう感じでリズムが分かるようになってます。あと歌詞カードの表記がない、この伸ばすところ、これかなり今日は、いっぱいそういう要素がありますね。言葉のね、割りがね、ちょっとやっぱりリズムをまたいでて、かなり難解になってるんで、こういうので因数分解して、歌を理解するのすごく有効です。ぜひガズクラブに入っていただいて、楽譜も活用してください。時間ある方はですね、これをガズさんのノート、このように書くと、いいと思います。はい、じゃあ映しておきます。まず 1A、1B。一時停止で。で、ここサビ。はい。サビは後で繰り返しになってますからね。で、ここ間奏やって、ここの間奏も2回繰り返します。だから、このコード進行全部一緒だから、この歌のタイミングのとこだけが今日重要ですからね。はい。で、ここ伸ばすとかこういうのありますけど、伸ばす。ね。ここのところ、B メロのところ、ここが難しい、かっこいいんですよね。はい。で、ここ間奏やったら今度このブリッジなんですけど、今日一番歌難しいのここです。このメロディーがもうね、ぶっ飛んでるメロディーなんですよね。もうなんかソウルフルとグルービーと R&B とも泣きがもう演歌もちょっと入ってるみたいな、もうなかなかすごいメロディーです、ここ。もうやめにしようかなんて思うんだ、でも、みたいな。このメロディーを掴むのはね、なかなか難しいですよ、この2行。で、これをやったらですね、はい、サビに戻ります。サビを2回繰り返す。はい、ここ2回繰り返して、で、最後、このエンディングという感じで、ここ2回やって終わる。これがガズレオリジナルアレンジでございましたと。で、フルコーラスやりたい方は1回目のサビが終わった後に、またこれが2番で繰り返されているということになります。はい、時間ある方は、このね、またコード進行を変えて2番の歌詞を書き加えると、オリジナルの楽譜で、フルコーラスできると思うんでやってみてください。じゃあ、出てくるコード見ていきましょう。今日はね、赤く囲ってるんです。後半かっこいいバージョンなんで、ちょっと隠すと、F と Am と E7 と D7 の4つですよ。この入門コード4つです。これ今映ってるのは見たらわかるけど、めちゃくちゃ簡単入門コードですからね。はい、一応解説していきましょう。これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいくらいで音楽始めようと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コード。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単。なんだけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思ったら、押さえる場所とコードの名前とかごちゃごちゃになりますね。そこで私が皆さんの頭にスースー覚えられちゃめちゃめちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っておくんで、ガズレレ必須コード覚えてください。あ、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前にこの曲歌、まずこれね、リズム掴むの、歌のねタイミング割りなんでもとにかくすごいわけ。ちょっと歌い出しもちょっとやってみると、あいづちがうまくなったんだ、できてるできてる、あ君もうまいね。なんかこのさーっと言うとこと伸ばすところもあるんだけど、この伸ばすところの言葉の割り振りとか、ここはかなりですね聞き込み必要だと思いますね。そしてこの B メロもね、これ音が伸びてるところでリズムキープして歌うとか、あとやっぱりもう突筆すべきはやっぱりさっきも言いましたけど、ブリッジパート、もうやめにしようかなんて思う、ここのところのメロディーはね、もうカズさんもねもう何回も聞いてですね、やっとこう掴み取ったっていうところあるんで、まあそこが面白いところなんですけど、ぜひ歌しっかり聞き込んで、これ歌がやっぱり演奏はねシンプル簡単バージョンだったら
すごく簡単だったんですけど、今度かっこいいバージョンだったらさらにここにえらいことになってますからね。はい、かっこいいバージョンの解説はじゃあ入っていきます。コードが2つ追加されます。まずはこれ、F メジャー7。これ見てもらうと5フレット。3弦4弦の5フレットなんですよ。こことここです。こことここ。こんな風に押さえますね。はい。これはね、この5フレット結構ここ距離があるから、人差し指浮かしといた方がいいです。そうするとこの次 E7 なんですよね。F メジャー7の次は。こんな風に距離があるから、なかなかこれ慣れるのね。もう慣れてくると見ていなくてもパッといけるようになるんですよ。パッとこういけるようになる。だけど慣れるまでこう いちいちやっぱ目で確認しなきゃいけない。ちょっとロスが出るんですよね。そうすると歌詞を読んだりするのがちょっとね、ロスしたりとかして。これができるようになると嬉しいんですけど、まずは普通の F でやってみるといいと思うんですけどね。はい、ではもう一個、これです。A シャープメジャーセブン。F の時もそうだけど、大文字の M はメジャーってことにしてます。ガズレレでは。はい、これはね、ここです。2弦の1フレット、3弦の2フレット、4弦の3フレット、1弦は開放弦です。0フレット。だから、1弦から言うと0、1、2、3という風に押さえます。これがいい響きなんですよ。かっこいいバージョンでこの響きでかなりね、ふわーっとした、怪しい浮遊感が再現されると思います。このコードでかっこいいバージョンをやっていきましょうと。で、今日はね、やっぱリズム。これに尽きるんですよ。今日出てくるリズムはもうもちろんこれ。16ビートのチャとカッティングが混ざったソウルフルでファンキーなグルービーなビートでございます。なんでこれはですね、ちょっと跳ねてますよ、リズムは。跳ねてる。もうまさにですね、この動画がめちゃくちゃ参考になるわけでございます。この動画も含めて、この16ビートのチャとカッティングの混ざったソウルフルファンキーなリズムの弾き方解説は概要欄に貼っておきます。概要欄のウクレレでできるリズムのいろいろというところに、16ビートのチャの基本とカッティングの基本と、今ちょっと見てもらった16ビートのチャのめちゃくちゃソウルフルなのが弾けるっていうのをね、リンク貼っとくんで、そこでちょっとお勉強してみてください。ちょっとこのメインのリズムのところをやってみると、1,2,3,4 A シャープメジャーセブン、いい響き。 F メジャーセブン、体でこうグルーブを生むダウン、バカツバカツバカツ、すごいでしょこれ。なんかこうカッティングでこれ手がむにゅむに、左手うにゅうにしてるの分かる？ちょっとね、こうカッティングってこう音をね、こうやって止めてんすよ。で、左手の指を当てて、よく見ててください。せーの。あと、チャも入ってますから、ね、右手の。これはですね、まあ、何回も言いますけど、この動画がすごい参考になると思うんで、ちょっとここでね、まず基本をちょっとやってみて、このシャッフルのリズムなんですよ。ドン、チッ、パカ、ドチッとつく、バーン、チッ、ドン、チッ、パカ、チッ、ドチッとつく、ダカツ。このビート、最初から最後までこれをキープさせていただきたいんですけど、途中の B メロのところでこれ伸ばすっていうのが出てくるんですね。そこでこのリズムを一回グルーブを止めるっていうわざわざ。この辺のところがね、まあなかなか来てるんですよ。で、まあぶっちゃけて言っちゃいますとですね、もう今のでもうこの曲解説終わりっちゃ終わりですよね。決めがないんですよ。伸ばすっていうところあります。なんでちょっとそこだけやろうかな。じゃあ A メロの後半から B メロにかけて、合図なしで攻撃してきたからいこうかな。1、2、3、4。合図なしで攻撃してきた。悪くない、もういるかな、まだここにいてね。ここ難しい。君のフェイクの顔を見せてよ。はい、伸ばした後にチャカチャカってやるのがいいと思います。ちょっとそこやると Stay、 まだここにいてね。わかった。フェイク、チャカタカトン、チャカタタスタッフェイクの顔を見せてよ。はい、この辺がちょっとね、グルーブならではなんか、こう溜めてね、伸ばすところすごいしっかり溜めて、このグルーブをちょっと止めないように、ここがね、キーポイントかなと。で、B メロの一番最後からサビにのところで、ワンブロック無音部分が入るんですけど、そこはカッティングをちょっと入れようかなと思います。じゃあ B メロの後半からステージ4からいきます。せーの、ステージ4の側にかかって、夢みたいかい、ぐしろ、せい、愛しゃっていろん、こんな感じ。今の、分かった？聖愛者で E のなあとワンブロック無音のとこで、タッ
カチキみたいなカッティング、左手弦どこでもいいから押さえといて、なんかとかこんな感じでチャカチャカやりたいです。もう一回ちょっとやる。オルガンにかかっているみたいかい、ご神聖愛者的の東京だし、こんな感じです。こういう感じかな。はい、16ビートのソウルフルなリズムのまんま左手で弦どこでもいいから触って、ワンブロックこのカッティングを入れて東京フラッシュサビに入っていく、こんな感じかなと思います。あとはね、もうただこれで解説終わっちゃったな。もうこれはね、やっぱ歌のメロディーラインとタイミングと、このすごいこのふんわりしたこのメロディーがまず一番大きなポイントで、次はやっぱりこのリズムキープ、ドンス跳ねたリズムでどれだけこうキレよく踊れるビートをグルービーに生み出せるか、ここが問われているわけです。このまあ2ポイントですね。このリズムキープ、こうふんわりリズム、これはなかなかできそうでできない、ずっと繰り返しだから、そういう意味では簡単なんですけど、だからこそ難しいっていうすごい世界観なんですよね。なんでもこれはですね、もうリズム練習ですね。リズムが分かってないとこう歌も気持ちよくストンストンと、あの気持ちよく入らないからね。そこがキーポイントかなというわけでございます。今日はこれリズム練習、あ、基本に帰ってですね、この16ビートの、これをちょっとマスター永遠にぐる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 練習するのがいいと思います。まあでもこの曲最初からぐるぐるぐるなんで、まあいい練習になると思うんで、歌聴き込んでトライしてみてください。そしてミュージックビデオ見てください。すごい不思議な東京の夜の街でバウンディが踊りながら歩きながら、このなんか世界、この ビデオがね、この曲の世界観をすごい伝えてますからね。そんなイメージとともに心込めて歌う、これが大事になると思います。それではかっこいいバージョンやってみます。バウンディの東京フラッシュ、ガズレレルかっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 どこへ行こう、変わらないよ東京。
るフラッシュガズレレるかっこいいバージョンやってました。超かっちょいい、おしゃれ、ちょっとふんわりして、ちょっと都会っぽくて、なんとも言えないこの空虚感。これはもうバウンディさんならではのですね、もう独特のすごいかっこいいやつ、ぜひ皆さん掴み取ってね、やってみてください。さあ皆さん、お知らせです。はい、この本ね、今予約スタートになったよということで、ソングブック5ですからね、よろしくお願いします。Amazon とかもいろんなインターネット書店さんとか、普通の書店さん、楽器屋さんで予約受付中。そしてさっきも言いましたけど、こちらの無料イベント、こっちぜひ来てほしいんですよね。だってもう最高楽しいイベントが無料で見られるわけですから。で、ここのお店で予約してもらうといいことばっかり。電話予約も受付可能ですから、今すぐ概要欄にあるホームページをチェックして、イベントもぜひ来てください。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器屋さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん、楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。